りあえず挨拶から。はい、はい、どうもこんばんは。底辺の王と書いて帝王と読む新帝王です。はい、この時間、まあ平日の夜の部分ですが、まあいろいろあって、ちょっとこの時間に、はい、ドラケー6の仲間モンスター集めの配信やります。はい、題して人外の底辺がモンスターのみでクリアする配信その後でお送りしますので、よろしくお願いします。はい、はい、3個目さんもいらっしゃいます。はい、ポテさんもいらっしゃいませ。はい、はい、5個目さんもいらっしゃい。今日は、何でしょうね、ひき肉食べました。ということで、昨日の続きか。豚です。はい。7個目さんいらっしゃい。鶏ひき肉の刺身というのは、僕が聞いた限りでそういう料理は知らない。はい、どうも、キラさんいらっしゃいませ。こんばんは。はい。詳細のかける2って、要するに今リップス3匹目狙ってますが、リップスの、まあリップスに限らずですけど、あの各モンスターの3匹目4匹目を集めるって、それで2匹狙うってことですね。甘神ナンバーまで見た、ごめんなさい、あのテレビ壊れちゃったテレビ壊れたからもう見れない当分テレビ買えないし、はい、どうも、砂ゴリラさんどうもいらっしゃいませ。はい、仲間モンスター集めやってます。はい、月夜面接じゃないけど、なんでって、変な人来るから。はい、16個目さんいらっしゃいませ。こんばんは。はい、18個目さんいらっしゃいませ。読み上げはちょっといろいろあって、まあ目標のところに書いてあるように、現状のあれで、PC 持ってるやつがって言われても、はい、ジョニー・デップさんいらっしゃい。あんまり。まあ別に昨日の配信がっていうよりはちょっとね、今、リアルの方があれですからね。はい、声を返して、だからゴールデンウィーク明けまではちょっとこのままやろうかなっていう。それが嫌なら、他の放送行ってください。はい、コミュニティフォローどうもありがとうございます。はい。で、また雑音してる？じゃあちょっと待ってください。これでどうですかね。ダメだったらまた言ってください。はい、昨日のディネイライタル、まあ、別に配信のせいってわけよりはちょっとね、ちょっとリアルでいろいろあったから、そっちが原因なんですが、ご迷惑をおかけします。放送の時だけフォローすればいいだけやし、解説になってないで、まあなってるかなってないかしょうがないもん。ならなきゃまた対策すればいいだけですし、中田までは見てほしかったな。どこに事情は、事情書いてないけど、取るに足らない。個人的な事情です。塵に積もったのが爆発。なんですかね。はい、どんぐりさんいらっしゃいます。和光今、リップスのみ、順番にまた集めてきますから、リップスだけです。はい。耳が治ってないよ。さっきよりひどくなった。よくわからんが、読み上げは使うのが、ちょっと待って。
これでどう？はい。37個目さんいらっしゃいませ。ザックは、そんなわけだよ。今日は枠取ってるだけで偉いぞ。はい。38個目さんいらっしゃいませ。ジャリジャリ言ってる。絶対に初見でさ、はい、どうもいらっしゃい。ダメ？ん？治った、うん、じゃあ、これで、はい。初見ですが、うっさ豚の鳴き声だよと言われても、あって、さっきよりマシにはなったもん。なんで今日音の調子悪いの？いや別に特に何もこっちしてないんですがね。なんか最近ね、ちょっと、マイクのせいなのかニコ生のせいなのかも、ね、そんなにあれ。ちょっとマイクの音に。休みじゃなかった。いやいや、休みいいのよ。ってか休もうかなと思ったけど、休んだら休んだでやることないですからね。てよちゃんが喋るとジャジャジャってなるの、マイク感度下げてみる。いや、マイクね。ダメかね。ちょっとキャプチャーあれしたらいいかね。ちょっとキャプチャー一回切ってあれしてみます。これでどうですか？まだダメなら言ってください。はい。治りましたならいいんですが。良さそうならいいんですが。何が原因なんでしょうね。前まだこういうことなかったんですがね。はい、どうも、カオさんいらっしゃいませ。どうもこんにちは、こんばんはか。はい、どうもジョニー・ピエールさんもいらっしゃいませ。こんばんは。え？今日はって配信ではエロバレー一回もまだやってないし、今んとこやる予定ないですね。そうですね、しばりは本番、本番っていうかまだ始まったばっかりですからね。こっから1024分の1でもね、
14体やんなきゃですから。いろいろあったから、はい、64個目さんいらっしゃいます。はい、こんばんは。素人の質問いいですか、飯玉って何ですかって言われると、はい、66個目さんいらっしゃい。僕もよくわかんないけど、この、そっか、ずずれてんのか、失礼。今の標的がギプスで、3匹目の名前がギプスです。嵐というか、まあなんというか、まあ原因が僕にあるのはあるんですけどね。まあ疲れたというか、ボヨミア、何、ちょっと待ってね、ボヨミアこのままずっとなくていいの、確かになくていいかもですね。はい、69個目さんいらっしゃいます。はい、こんばんは。まぁ、ちょっとあれからいろいろ考えたんですがね。まあ人によるんでしょうけどね。僕の場合は、見る側だと、やっぱり棒読みあった方がいいかなって思ったりもしました。まあ、とりあえず今日は今ここでこれやってますが、なくていいけど米拾うのがくっそ早くなったらって、どうでしょう、僕の米ね、米さばきの能力遅いから早くは多分ならないと思いますよ。まあどうせこれから多分コメントね減るでしょうから、でまあちょっと、まあね、結局まあまあ、こういうことになった、まあ、ある意味一員っていうかね、ちょっとファイアエンブレムのことをちょっと考えて、手を速さに自信あったのになぜだって、何のこと、まあ、ちょっととりあえず申し訳ないけど、ゴールデンウィークの10連休のちょっと、ファイアエンブレムはちょっと、申し訳ないけど、やめにしようかなって思ってます。ちょっと、まあね、リスナーさんの聞いた話だとちょっと、かなりね、むずいっていうか、きついゲームらしいですからね、ちょっと、それをちょっとね、1日12時間やるのはちょっと、さすがにちょっと、めちゃくちゃ神経すり減らすかなって思ったんで、別にただ、ファイアエンブレムは、その代わり、やらないってわけじゃないです。なんで夜もドラクエなんでって、今日昼やってないかです。ちょっと今、そこまで気にすねえよ。いや、でもね、すり減らして神経なんてないじゃん。ないと思ったんですが、あったんですね。はい、83個目さんいらっしゃいませ。500円さんいらっしゃい。ワイワイツリックマン、いやだから、だから、ゴールデンウィークだから、FF の投資プレイでもやろうかなって、やっぱり、自信ない。しかも初見のね、ゲームがね、ファイアエンブレムやったことないから、
一からいろいろ覚えなきゃなんないでしょうから、それちょっと12時間ね、10日間はちょっとなんかまた変なことになりそうな気がするから、社会復帰のために毎日8時間以上、もう昨日のあれがあったから、もう分かったでしょ、僕にもう社会復帰は無理だって。レンジはいつの日にティア、レンジやるなんて一言も言ってないですが、まあその代わりですが、来週ですか、来週のまあ月曜日ちょっとお休みですが、来週の火曜日の、この7時からの枠で、まあ2時間半で、ファイアーエンブレムこの枠でやろうかなと思ってます。まあ1日12時間無理でも、まあ1日2時間半ならまあそんなあれなね、ゲームでもまあいいかなって思うんで、いい感じで違う。いやだって僕下手です、アクションゲーム絶対。そのジョニーピエさんが僕に何を求めてるか知らないけど、期待に応えることはできないと思います。テオちゃん休み休んではいけないと言われたのに、193もう今日この状況じゃもう歌えないでしょ、もう今日は歌う気ない、申し訳ない。だから GNF 休んでる間にちょっとファイアーエンブレム紋章の謎を、火曜日からやろうかなって。まあドラクエはね、また来週から昼間に戻して、アクトレーザーとか入荷予定なし、いやもう持ってはいないですね。まあアクトレーザーもあれ結構きついですね。昔一応クリアまでは行ったけど、クリアできたからとはいえ、まあ安かったらね、はい。もう今晩は何減らってんのってどういうこと？はい、カバーキさんいらっしゃい。全然、僕、笑ってるかな、もう。もうなんか、笑うしか、笑ってるっていうか、笑うしかない状況なんです、今。魔界村シリーズ投資やんない。ちょっとね、ほんといろいろ配信というよりほんと リアルな方ですよね。で、要はアクション下手ならほとんどの人が下手になるって、僕下手でしょ普通に。で、ツリックマいつやるのって、何ツリックマやりたいの、やりたいのっていうか、貼ってあるならそりゃあれします。ちょちょちょ、ツリックもある、ちっちゃい。じゃあやります、はい、僕はやりませんが、どうぞ ご参加ください、ね、親に、いや親は関係ない。今日のオープニングは、いや何があったかわからんわよ。まあいろいろあったんですよ、親は関係ないよ。親というより、まあ、近隣トラブルですね。ねえ、そんなに、ねえ、やかましくやってるわけとは思わないんですが、昼枠を夜枠に持ってこないで、まあ、今日一日だけです。来週から、昼にやる予定ですから、なんで限定やね、いろいろあったから、はい、110個目さんいらっしゃい、もうちょっと、もうちょっと静かにやりたいというか、さあね、まあ多分この配信見てる人はね、僕の配信片手までなんか見てる人多いでしょうかね、多分。近所からクレームじゃないですよ、まあ嫌がらせというかね、なんか、そんなにね、あれしてるとは思わないんですが、
クラゲ釣ったらって言っても、いえ、色白さんが2万8000、はい、おめでとうございます。弱いからこうしてあれしてんですよ。猫の死体に、いや、そこまで、それされたらもう警察通報しますよ、さすがに。そういうね、されるされないの、ギリギリのところあれなんですよ。なんで言って僕はこっちの作業がメインですからな。チキチキボムも別にリスナーさんがやるのはいいけど、僕は参加しないけど、まあやるなら、でもどうなんでしょうね。まあはい、何、129個目さんいらっしゃいませ、こんばんは。今日ね、さ、作業って言わないでって言われても、いや、これ自体は、どう見てもさ、作業でしょ。毎朝ピンポンダッシュじゃないけど、4万超えとか何、意味不明やめ、チキチキ、やるのは別にいいですが。ゴールデンウィークはエンブレム、はい、134個目さんいらっしゃいます。ゴールデンウィークのエンブレムはやめますが、来週の火曜日からこの枠で、夜7時間の枠で、まあ、紋章の謎やってみようと思います。ちょっと1日12時間をね、ちょっと初見のむずいゲームでやるのはかなりきついかなと判断したんだよ。この縛りさと言われても、まあ確かにね。まあ結局、暇つぶしなんですよね。時間をなんか潰せればいいっていうか、もともとニコニコね、始めたのも、時間が余ってやることがないからっていうのも、一番の理由でしたからね。なんかないですかね、なんか、ゲームでめちゃくちゃ。むずいというか、完璧も、求めるとって、いやだから、どうなんでしょう。だから昔、ちょろっとやるにはやったんですけども、クリアできなかったからね。それが、どうなのかなって。だからゴールデンウィークはだから FF のまあ投資プレイ、あれなら一応やったことあるゲームだし、まあ RPG だしね、紋章なら全然難しくないって言われても自信がない、チキチキ思わないよ、やっぱ釣りくもん、なんなんでしょうね。ティオちゃん弱いね。そりゃそうでしょ。そんな、打たれ強かったらね、普通に仕事して働いてますよ。何を言いますか。コミケにしてもいつもと、いや、もうあの、ニコ生最近なんかもうあの、来場者数のなんかカウント、数字いじってるっぽいんですよ。だからあんまり意味ないんですよ、このカウントの数は。いや、チキチキボムの方だよ。覚えてるやつより初見とか忘れてるやつの方がいいよ。でもね、そっちの方がやっぱ疲れるし、嫌がらせには嫌がらせしろ。いや、時間はあるけど。いじってるって、映画じゃないんですかね、なんか。今日ね、昼間ちょっとね、大手さんの配信見たけど、やっぱりいつも以上にね、なんか来場者数ね、増えてましたからね。でよ、そうそう、最後に親の恩返しでもしたら、まあ、なんかしたいですね。登録しなくてもいいし、更新すると人数増えるから、なんかしたら仕様が変わったってことですかね。仕様が変わったのかわからんけど、
レトロで検索するとね、毎回3000とかの、わかんないけど、バグってるっていうか、だバグってるのか、ね、そういう仕様にしたのか、でもそれをなんか直すってね、アナウンスとか来てる？そういう報告がね、運営から告知がないから、なんかあえて運営がそうしてるんじゃないかなとか、まあ、別に僕的にはどっちでもいいんですけど、でもね、もしこれでね、最近始めた人はね、そういうのを知らないからね、生主始めた人が、あ、すごい、こんなに来てくれてるんだとか思ったら、まあ、それはそれでなんか悲惨な実態を知らない、かわいそうなんてことになっちゃいそうですが、なんかね、本当にね、ニコ生大丈夫なのかなってちょっと思いますよね。つべ生、まあいずれは行かなきゃでしょう。はい、164個目さえいらっしゃいます、こんばんは。右側におしゃれなの、おしゃれってことでもないですが。ねえ、ただこれ、これ右側のあれ載せてなきゃ、誰も何やってんのってことが分かってくれないでしょうからね。自分だって動画できるアカウントを無期限停止だけで、プレミアで動画とか一緒できるけど、配信は、それは悲しいですね。てか、それだったらもうプレミアム、あ、無期限停止だったらもう解約できないの？どうなるのかね。プンデクは持ってるの分かりやすくてね。そうなんだ。他もやってんにはやってんだ、そういうの。ニコニコはいつも対応ごちごちだから。まあ、どうなるか分かんないけど。ただね、YouTube だってね、今ね、その配信ね、一応無料ってことになってますがね、そのうち YouTube もね、ニコニコみたいにね、プレミアムでないとね、ってことになったりするんじゃないかなって思うんですがね、特に、ニコニコが潰れたりなんかしたら、ね、みんな多分ね、やっぱ YouTube 行く人が多いでしょうからね、それを考えたら、まあね、人気生でしたんだったらね、普通に歓迎でしょうけど、あんまりね、人が来ない仮想配信の生主がね、一気にこぞってこられても YouTube だってあんま嬉しくないでしょうからね。テレビも見れないわけじゃないけど、変な線が入っちゃうようになっちゃったから、かなり目立つというか、ね、帝王とサンジさんのおしゃべり配信とかいや僕そういう他の生主さんとのそういうトークとか、無理だし興味ないし、だいたいサンジさんがあれですっていうか、つべ生登録にジャンボが必要だけど、え？いやもう登録はしてありますよ、もともと YouTube に行って、怒りに任せてテレビなく殴っちゃった、ちょっと違いますね、怒りに任せてちょっと別のに当たったらその跳ね返りでテレビにコツンってまあぶつかって、テレビがちょっと壊れたというか、映像に変な線が入るようになった。つべも規制でクソより変なやつ。
なんで規制があれですか、冷静にじゃないですよ。テレビじゃないけど、ほぼ一緒。うん、別のものに当たったら跳ね返って、テレビに、うん、会心の一撃というか、クリティカルヒットで、テレビとバッチ、まさにそれ。まあテレビどうせあんまり見ないっちゃ見ないから最悪ね。これが PC の方のモニターだったら、いやね、本当にちょっと死活問題だったけど、テレビもね、もし買い替えるとしたらもう1万ぐらいあれだったのにね、1万ぐらいするでしょ、多分安いね、液晶。なんかこういうのあれしてもなんか自分はついてないというか、そういう星のもとに生まれたんだなって気もするし、フル HD 以上は高い。いや、うちのは、普通の HD でも、HD のテレビだったから、メルカリとかで、まあ、とりあえず、あんまり見ないから別にいいかって。ねえ、テレビ、地上波とかもう最近全然全く見ないし。今日カレーじゃなくてステーキ食ったんだ、ごめんね。あ、ブリトさん、すいません、いらっしゃいませ。うん、まあ、ちょっといろいろあって、ちょっと広告も切っちゃったんで、すいませんね。うん、で PC によってはコード引っ張るだけで見れるものとかもいいけど、できるでしょうけど、まあ、そこまでして別に地上波見たいってわけでもないし、別に困らん、困らん。実質まあね、ゲームのモニター代わりでしたけど、まあ、こっちのキャプチャーの方でね、 PC のモニターでやればいいだけだし、いやー、でもどうしようかな。HD だと PS4 のゲームで枠外にはみ出ることが、そういうの、いろいろって何かあったの、リアルでいろいろ。ダイヤル式のテレビダイヤル式のテレビでプレステ4とかスイッチ打つ。リアルの方だったんだ、てっきりリスナーさん、いや、リスナーさんの方ともあったけど、直接の原因はリアルの方ですね。リアルで何があっても状況変わらないよ、ね、落ち込みみたいなって言ってもね、いろいろあるんですよ。もしかして人さあね、なんかあったから働くわけじゃ当たり前じゃないですか。なら自首してくれたの。いや、本当にやったらさすがに自首っていうか、
いや、逃げても逃げきれないでしょ。すぐ捕まるでしょ。そんなことしたら。何、無所のはめくそうなの？無所って何、おかわり自由、そんなん絶対ないでしょ。刑務所のは絶対食えないでしょ。はい、和光帝王が心配で仕事にならなかったぞ。はい、チョモさんいらっしゃいませ、こんばんは。うん、ちょっといろいろあってね。無所のが三所からし、健康面も約束とかね。いや、さすがに刑務所のがかなりストレスたまるでしょう。いや、おかわり自由の無所とか無所舐めすぎであるでしょうね。よくあるじゃん、耐えきれなくなったホームレスが意図的に、まあそりゃそうですけど、少しは落ち着いたか、どうでしょうね、あんまり変わらんような。え、むしろな、天気的に運動させられるしな。うわ、それはやだな。作業とかないならいいんだけど、底辺だ、ジージェネと違って眠くならないぞ。どういうこと？こっちのがね、眠くならない。わかんないけど。むしろなんておやつ、嘘、本当に。おやつって言ったって、いや、そんなにいいもんじゃないんでしょう。はあ、ケイコメさんいらっしゃいます。お尻見せて嫌です。ジジェネ放送だけは見に行ったこと、あれ終わる気しなくないか、いや、いや、それでも、一応、半分近くまでは、来ましたからね、あれ。はい、コミュニティフォローありがとうございます。まあ、ジジェネだから、ね、この枠、今日は今ドラクエやってますが、火曜日からこの枠でファイアーエンブレムやりますんで、まあファイアーエンブレムが終わるタイミングで多分ギレンも終わってるでしょうから、そしたらジージェネって感じですかね。そう考えるとなんかまだまだやることはいっぱい、予定埋まっちゃうんですよね。まああれもね、本当に終わらせるだけだったら戦闘全部スキップしちゃえば、もうかなりねペースアップはするんでしょうけど、まあそれでやったらね、本当にただの作業っぽいから、なるべくね、戦闘アニメ見たいんですが。何？ファイアーエンブレムを昼にしてなら見れるって言っても。なんで？どうなんでしょうね。どっちがいい？どうしたの？今日なんかイライラするって。いや、ごめんなさい。イライラするなら、見ない方がいいとしか言いようがないんですが、213個目さんいらっしゃいませ。
ジネは戦闘あっても作業、作業じゃないでしょ。あれ頭やね、何？え、215個目さんいらっしゃいませ。FF、いやわかんない。FF 僕持ってないから、F のシナリオ終わったら、終わる予定ですよ。FF ってなんかあんの？持ってないから、やろうにもやれないし、はい。216個目さんいらっしゃいませ。こんばんは。おいしてよ。はい、こんばんは。なんで？リスナーさん的には何？僕は別にこの枠、この時間がドラクエでもいいんですが。なんで昼間の方がいいっていうの？それは僕は別に昼、ファイアーエンブレムの。まあ、いいっちゃいいですが。でもそしたらまた荒れるんじゃない、そもそも今日ここでこれやってるの自体がある意味ね、異常というか、アクシデントみたいなもんですからね。とりあえずね、昼間ドラ、どうしよう。迷うな。じゃあちなみにこれで決めるってわけじゃないけど、じゃあちょっとアンケートしてみます。ちょっとまあこれで決めるってわけじゃないけど、ちょっとどうしようかな。ちょっとこれでどっちか、もし一応参考にさせてはもらうんで、これで決めてください。今43分なんで、じゃあ45分締め切りで、3電源を切る3連。それは申し訳ないけど却下。なんでそこまで僕に連邦ジオンやらせたがるの。そんなことしたらまたなんかね、あれしてクソゲー連呼してまた配信荒れそうなんで、もうちょっとやりたくないよ。だって言ってそれカポのゲームなんでしょ、魔界村作ったね。はい、どうも、221個目さんいらっしゃいませ。こんばんは。ちょっと今、まあ、決定じゃないですけど、アンケートしてます。はい、どうも、帝王の分身さんもいらっしゃいませ。こんばんは。まあ、参考までに、どっちがあって、この時間の人は。ファイアーエンブレムより G やギレンの方がよっぽど面倒くさいかどうかじゃなくて難しいかどうかですよ。はい、人造さんいらっしゃいました。こんばんは。ちょっと今アンケートやってるんで、もしよかったら。はい、どうも。ゲオさんいらっしゃいました。こんばんは。何？トゥイオー。和骨。はい、和骨です。じゃあ45分になったんで、じゃあ切りますね。はい。じゃあ結果表示、ドーン、ポン。え？ドラケの方がいいの？ドラケここでやる？もうこういうことですね。この時間帯でドラケ6やって、何？紋章の謎を昼にってこと？まあ、それでもいいならいいですが。ファイアーエンブレムが不人気なのかね、わかんないよ。
てか、いや、ドラクエが人気なの？だってこれ、永遠に口笛吹いて、モンスター飼ってるだけのただの、作業枠というか、実質これ、雑談枠ですよ。しかもトークが面白くない生主の雑談枠って、いいんですかね。ファイアーエンブレムが見たいから俺としては嬉しい。なんでこんなにブレるんだよって。みんな作業枠が、作業枠ってどうなの？まあそりゃなんかね、自分がゲームとかやってたら、そりゃまあ、ありかありでしょうけど、シミュレーション見てて思んないよ。雑談できたらいいか。ちょっとママで声でそれやってたら何を今さら、そうですけど。それ言ったらどれやってもないよ。あんなに嫌がったらそりゃファイアーエンブレムへ。5の時に集まってきたみんでも、だそのドラクエ5やってたのがね、昼間じゃないですか。この時間帯じゃないでしょう。なるほどね。まあいいや、とりあえず消そう。迷うね。5を見てたからこそもうモンスター集め見たくないんだよな。それは昼間の人がってことじゃないの？ってこと？ドラクエ5をやってたのってどれくらい前だっけ？ドラクエ5は僕が配信始めたね、最初のタイトルですからね。去年の7月の、あれから今年の2月の頭ぐらいまでですから、だいたい7ヶ月ぐらい。俺としては純粋に帝王の話が、僕話ないでしょ。だってニートでほぼ引きこもりで家にいるだけで何の話かっていうか話の話題が膨らまないでしょ。何かをね、してるってわけでもないし、僕の場合本当にだからね、空いてる時間こうやってゲーム配信っていうか、ねえ、何にも話す内容がないんですけど、それでいいんですかね。それがいい？いいのかね。卵買いに行って、行って帰ってくるくらいの話でもいいし、まあそれならいいですけど。何？賢者じゃないの？どういうこと？こんばんは。またえぐい縛りやってるな。応援してて。はい、どうもね。252個目さんいらっしゃいませ。こんばんは。ねえ、こんなことを別に僕も、ここまでえぐいことやろうかなと思ってはいなかったんですが、ね、帝王米拾う頻度高いから、まあそう。まあ、これくらいの米だったらね、一応読み上げて拾えるでしょうから。そんなに他の生主さん拾わない？他の生主さんでってね、そんなにコメント多くなかったら、まあ、これの場合ね、コメント見ながらっていうか、ね、返せるから、ね、アクションゲームだったらやっぱりコメントね、見落とすっていうか見れないからね。手を今日ルパン三世あるの知らない？いや、ルパン三世ももう最近全然見てないし、はま寿司で笑いを取る。なんではま寿司で別に笑いを取ってないでしょ。よくわかんねえけど、やりたいことやりゃいいね。そうなんですね。だから、なんかね、だから別にニコ生じゃなくてもよかったんですよね。なんか、暇つぶしできるね、ゲームが、あればよかったんですけどね。はい、帝王こんばんは、リップスだ。リップス狙ってますが、モンキーパンチ先生ね、3日ぐらい前ね、もう亡くなったんですが、そうか。小池和夫もなかったけど、ちょっとわかんない。ごめんなさい、小池和夫さん、どなたかそう知らない。何？日テレ？ 9 時から？ルパン。でもテレビな。映りには映るけど、画面のね、ちょっと右半分が、なんかね、カラフルな、なんかに虹色の線が、かなり出ちゃってるから、見れなくはないけど、いろいろ漫画の原作者、そうなんだ。帝王モンキーパンチ先生返して僕のせいじゃないわ。帝王パンチしていい。
僕パンチ仕返しますよ。知らないけど、北斗の剣の作者なの？その小池和夫の？小連れ狼の原作者。小連れ狼ってあの、時代劇でしょ？U-NEXT でルパン見放題。一応 D アニも、まあルパンはね、やれてますけど、ね、今テレビな。はいはい。どうも。はい、アスートマンさんいらっしゃいませ、こんばんは。ていうか、ね、すいません、ちょっといろいろあって、今、コミケンとかあれしてます。ルパン VS クローンも、まあまあ、まあ、もうね、あれ見ましたけど、YouTube で今日やばいやつやったら全部見ていきないってどういうことてか、なんでコミケンにして広告もしてんのに、なんでコメントがそんなにあんまり普段と変わらないっていうか、むしろ普段より多い、昨日のあれがあったから。なんでコメントがこんなにあれ、今日のルパン、帝王世代、でも どうでしょうね、僕がルパンね、魔物世代かどうかわかんないけど、冷え子は帝王、どういうこと、ね、なんかテンションが上がんのやってんの、何怖い、うっちゃんなんちゃでやってた魔物見もうて、ルパンで、多分それでしょうね、僕もそれで魔物のね、存在知ったから、ワイワイガヤガヤ。もうちょっと静かにやれるかなって思ったんですが、もうちょっとコメント減るかなって思ったんですが、うん、限定にするなら申請を承認制にしないと意味ない、まあ、まあ意味ないっちゃ意味ないですが、いいですよ、そういう時は変なやつ、まあどうせNG ぶっ込めないんですか。ところでツリクマまだか、ツリクマやってる間米減るか休めるぞ。ツリクマ誰か貼ってる、ちょちょちょ貼って誰かそう言われると、うん、ちょっと野菜もさ、野菜もさってどういうこと。はい、帝王が、あ、どうも超魔界はるかさんいらっしゃいませ、こんばんは。はい、ゲストさん、ギフトありがとうございます。なんでコメントがこんなに来るのか。釣りクマ一人プレイとか見てみたよ。釣りクマ一人であっても面白くないでしょ。開幕誰か NG に入れた、うん、今日さっき誰か2人ぐらい入れたかな。今日はもう今日からもうガシガシ入れてきます。開幕かどうか知らんけど、あー、やっと今日1回目、まあ、今日何回やった ?180 くらいからやったでしょ。もう60回、まあ、ちょうど1時間、結構出るんだよ、ね、やっと1時間で、怖い怖い怖いでしょ、ね、皆さんね、コメントはね、慎重に打ってくださいよ。さあどうだ、そっちかまあそんなもんでしょうね。今日の NG の在住はもうちょっとでも僕が不機嫌になったコメントした人はガンガン入れてきます。はい、284個目さんいらっしゃいませ、こんばんは。こんばんは。コメントの半分くらい運営のボットかもよ。ね、案外それありそうだから怖いんですよね。来場者数を水増しする運営だったらコメントもボットでね、なんか増やしてるって可能性あるんじゃないかなって、それもなんか気になりますよね。はい、286個目さんもいらっしゃいませ、こんばんは。手を釣りまだ、うん、次誰か貼ってくれたらやるかもですが、うん、ちょっと無理かね、うん、何、今度から慎重にカレー食うって別にカレー食うの報告は別に慎重に言わなくてもいいでしょう、うん、ちょっとコメント早い、ちょ、配信終わったら NG 解除しときね、どうしようかね、てよ、ただいま、もう次のギャルリア枠は、いや、ギャルリアは今んとこやる予定ないし、290個目さえいらっしゃいますよ。だいたいギャルリア持ってないし、他に。一瞬 NG 個目増えたから、あ、誰かいられたなと、そう。俺たちも、どうなんでしょうね。まあ、コテハンつけてるような人はね、まあ、ないと思いたいけど、というか、てよ、ムードを倒せたんだ。一瞬倒せない。僕、そこまで下手ですかね。あ、釣りくんも誰か貼ってくれた。うん、じゃあやってください。まあ僕ら運営に雇われて、なんで運営が僕なんかの配信にね、そのコメントっていうか、ね、こういうかそ生主ですらあれして、
対応しないといけないくらいニコ生やばいってこと？じゃあ次クマちょっと貼ります、ね、誰か貼ってくれた人ありがとうってことで、手は何？武藤刑事武藤です。織田武藤、あ、織田武藤じゃねえや、魔王武藤、やめさせようとしてるんじゃないか。どういうかね、手を込めたいあなたね、無理です、やめさせようと。でもそりゃ やめさせようと、まあそういうこともあるかもですけども、でもやめたら僕はね、あの問答無用でもちろんプレミアム回もやめますよね。ニコ生的にはね、毎月500円の収入がね消えるわけですけど、いいんですかね、うん、まあそれでいいならいいけど、うん、やっぱりツリックマやってるときは確かにコメント止まりますよね。さすがにコメントしながらゲームやれる強者はいないか。ってことで、テオ、はい、どうも乾杯です。テオは放送やめたら俺たちはもう突するしかないじゃないか。どこにですか、やめて。うちに来ないで。小手半残したから NG はないだろうっていやあんまり度が過ぎたらさすがに米ない方がいいな、ないっていうか、もうちょっと少なくてもいいかなと思うんですがね、まあ、コメントが多いとねやっぱり目立つっていうかね、あれだし、はい、人造さん1位おめでとう、23,000、うん、やっぱりな、人魚釣れるか釣れないかですかね。ニコ生来年あたりに身体決まるかもね。そうでしょうね、多分今年いっぱいぐらいがね、目とかね、見てるのバレたよあれ HY さんだなって思ったけど、やっぱりいたんだ。はい、 HY さんいらっしゃいませ、こんばんは、うん、なんか名前すごい人や、勝利の子供教室で、詰め勝利の問題出した時並みにみんなおとなしくなってるリスナーがコメントして楽しめないと帝王も嫌でしょう、ひどいの前の人いた。まあそりゃね、コメントが全くないのもね、さすがに味気ないですからね。有料チャンネルでボロ儲けしてるから、その基礎になってニコ生を手放すのは悪事だと思う。どうなんでしょうね、どんぐらいね儲かってるかっていうのは僕の方からわかんないから。面白そうな放送してる、あれHA さん昨日来てたでしょ、昨日の昼間だか一昨日だか、うん、ね、ドラクエ5で、ね、仲間集め終わったから今はドラクエ6でやってるんです、うん、まあ一応これ年内いっぱいかかると思いますが、うん、まあまったり時間つくねかけてやっていきますよ。昨日の昼ね、このまったりこそそうかね、まあ僕もまったりの方が好きなんですけどね、やっぱりあんまりねちょっと僕が慌てふかふためいてちょちょちょっていうのはあれは僕的にはやっぱりよろしくないと思うんですかね。もっとねネイティブな発音で、嫌ですよ、なんで言わなきゃいけないのっていうか僕そんなこと言ってないでしょそもそも。今でようやく251だから、これのあと4倍買って1000ってことでしょう。正確には256でちょうど4分の1だけど、年内ならまだいいよ。何ドラ8ミミック力あったね、全然落とさないか1年もういっそ諦めるか。じゃあチートしちゃえばいいんじゃないですか。どうせね、データだけ見たらね、やってるかやってないかなんてバレないでしょ。そんなにひどいんだ力あったねって。ドラクエ8はね、そういうやり込み
クリアはしたけど、やり込みはそこまでやんないから。まあね、ドラクエナンバリングね、そういうステータスね、カンストまでとかは全くやってないが、何マクドナルドの公式ツイッターで、ま、全然どういうことは絶対嘘でしょ。まさか何血毛バーガーみたいなのがとか、そんなバカな。そう、見に行って、ジョニー・ピエールさん。本当に、誰か確認して。僕はちょっと今、やってるから、なんで昼なかったの?320個目されましたよ。今日は昨日いろいろあったから、ちょっと、来週、まあ、月曜日はお休みなんで、ウォーキング行くので、どうも、はい、お疲れ様です。頑張ってください、ね。だから、来週から火曜日、もしかしたら、ね、ドラケじゃないけど、ファイアエンブレム、やるかもしれないんで、まあ、よかったら見てください。はい。本当だとしても、消すんじゃない?はい。月曜日、はい、どうも、どうもでも、はい、323分さんいらっしゃいます。月曜日何やんの?僕のリアルの用事です、ね。ただね、ちょっと今、まあそういうリアルなね、ちょっと今、まあごたごたっていうのもあってっていうか、ちょっと最近ね、ちょっと、ね、寝れないんですよ。ね、ちょっと、何があったのさ、ほんまやった、本当に?なんで?なんでそんなことになってんの?ちょっと今睡眠ね、ちょっと不眠症みたいになっちゃってるから、いやね、寝れてはいるんですが、今昼間寝ちゃってるんですよね。だから、朝から、騒音問題か、まあ騒音というか、騒音とも違うんですがね、前もあってね、もうそういうね、あれが、もう、7、8年ぐらいもうずっと続いてんですよ。ね、だから、ただ月曜日だからね、ちょっと用事で車運転しなきゃいけないから、今の生活サイクルだと本当にちょうど、働かないから疲れないせいで体内時計、まあ体内時計が狂ってんのはあるんでしょうけど、家の外の牛ガエルが、そういうわけじゃないですけど、だ今のはね、生活サイクルだと本当にちょうど車乗って外出るときにちょうどなんか睡魔がね襲ってくるから、車運転しなきゃいいんですけどね、それが怖いんですよね。ねえ、池袋なんか今日なんかね、なんかあったらしいですね。なんか10人ぐらい跳ねて2人ね、親子が亡くなったの、ね、2時間ぐらい外で。でもね、働くってワード使っちゃったからよ。働く、働くなんて言ったっけ。ああ、いや、働いたら、まあ、それそんぐらいなら許します、ね。手を車運転できたのもできました、うん。マクドナルドのやつってクイズで、まあ、クイズで、何どういうこと、まこってわかんないな。よく弁当買った時のお箸の袋に、つまようじって言いたいな。免許持ってるの、免許はありますよ。マーコへのゴーみたいなツイート、ああ、そういうことか。それでか。米拾い間違えてます。本当に。月曜日のお土産よろしく。いや別に漁港とかじゃないから。それならどういうことか分かったの。
テオがシートベル姿がいや、なんとか入りますよ。ちょっとお腹きつくね、あれですけど。160キロぐらいだったら全然ね、シートベルト、できますよ。そんなこと言ったらね、160キロでわいせつ米嫌いかよ。別にあんまり好きじゃないですよ。いやー、どうしようかな、本当に。余計な出費が出たな、テレビクソ。見ないっちゃ見ないけど、いざ壊れてるとなると、いざ見ようかなって時にね。テオちゃん珍しく、最近もうちょっといろいろ、リアルでいろいろあって、はい、どうも、340、キヨコムさんいらっしゃいませ、こんばんは、ワコテヨ、はい、どうもいらっしゃいませ、ただの不毛な作業枠ですが、それでよかった。テレビ修理、いや、ここ、多分これ、修理に出したら多分修理代の方が、金かかるパターンだから、それだったらまだね、安い中古のテレビ買った方がいいでしょうけど、いや、これテレビ壊したっつったら絶対親激怒するから、もう黙ってるしかない。もうテレビ壊れたことはもう内緒にしとこう。母親に1日2食で交渉して、いや、もう無理無理無理、もう言えない、親に、こう。ねえ、なんでってもう、だって、よく見たら、画面にちょっとひび入ってるもん。捨てるにもお金がかかる。ねえ、だからまあ、買い替えで回収するかなんですかね。子作りしたからしてませんよ。子作りする相手がいませんから。はあ、なんでこんなに込み伸びるんですかね。広告も切って一応込み減にしてるんですけど、昨日の今日だから、テレビ壊れてない NHK の受信料払う。でも今ってダメなんでしょ。テレビが仮に壊れてて映らないとか言っても、帝王がテレビ壊した、まあ、そういうことですかね。大手じゃない、大手の証拠じゃないですか。限定だから安心するからね。今って NHK ってなんかね、PC とかネットとかでもなんか見れるとか、そういうな状況なんでしょ。だから、テレビ持ってなくても、で、大手になって変わったの。大手じゃないでしょ。全然大手じゃないでしょ、こんな。ね、僕がもし本当に大手だったらっていうならリスナーさんが安いテレビでも僕に買って恵んで、あの本当に安いやつでいいから、液晶なら贅沢言わないから、それ買って、むしろ新規リスナーが今までさほどいなかったということではどうなんでしょうか。うわいや本当テレビどうしようかな。まあ見ないからいいっちゃいいし、結構ね、画面半分ぐらいね、閉めるぐらいあれね、もうちょっと、映像乱れちゃうからね。それか放送を見るためにフォローしてるか。まあ、フォロワーね、今日はフォロー多いですよね。込み減にしたせいか。せっかくスペックいい PC あるんだし、モニター買ってテレビ見れる拡張かなんか。ね、そのお金すら僕ないから困ってんですよね。僕の今の自由に使える所持金5000円ですかね。5000円じゃね、テレビ高いからリモコンだけでいいか。リモコン買ってどうすんの。来場者数は昨日までより抑えられてるから米はもともと、いやでも1時間でこんな来ませんよね。おかしいおかしい僕の配信で1時間でこんな366とか絶対おかしいんだね。今までなかったもん。今までなんかね、昔ドラクエ5でね、6時間ね、これやってた頃でね、かろうじて6時間でようやくこれぐらい来たってレベルですから、こう絶対おかしい、これはおかしい、カウントの周期は絶対、水増しかなんかですね。
そのゲスさをさすがてよ。なんでさせて。てよ、マックの乱闘とか、知らない。何マックって何なんか、全然、テレビ壊したの壊しちゃったの。5000あんな焼肉、いや、ダメです。この5000、エロバレーの、軍資金ですから、ね。昔 IT 関連の仕事してたんだったら、テレビぐらいつ、なんで IT とテレビ作るっていうのはまた別問題だよ。帝王リップスとベロチューしたりしたくないです。こんなんだったらね、こんなんとね、ベロチューするぐらいだったら僕は DT をね、貫きますよ。でも大部分は帝王の自演なんでしょ、そう。そんな自演できる、ね、そんな能力あるんだったら普通に働いてますよ。どうせ不具合直せないで、直せないでいるのかね。それならそういうね、報告がね、不具合でね、アナウンスすると思うんですがね。テレビこう、壊れても、まあ、こう、うん、まあ別に、うん、まあ別に、だから、それは買えばですけど、だから、何すまん、俺の別人格が F5 連打水増し、そういうことを、マックの乱闘動画あまり見たくない、ポロリマって、なんかさっきから、マックなんかすごい卑猥なというか、あれが来てますが、はい、リプス立ち上がらせて、だ1024分の1ですからね、こんな263回ね、勝ったとしてもって、おいや、でもないんじゃないかな、いや、なんでしょうね。でもまだレベル、あ、でも誰かのレベルアップかな。テオって昔何 PGSE だったの、いちいちそんなこともあったような気もしますけど、昨日も言ったけど、謙遜してリスナーからの好感度高めてんでしょ。そう、知らない。今83人が見てるの、どうやって分かってるの、レベルじゃないかな。帝王、家族を人質に捉えてコメントしろって何を言ってるんですか。5の時と同じようにチート使って早く、使ってませんよ。5だって使ってません。これで入ったら不正を疑わず、レベルアップでしたね。まさか、いや、こっからは、こっから清水かどっちかですよ。ランキングサイトで、83人。まあ、そんなもんかね。どうかな、これ、いやですよね。ですよね。まだそのパターンがあったか。ぬか喜びもいいとこですね。ルカなんだったね。はい。396個目さえいらっしゃいます。こんばんは。そのパターン。ランス調整。いや、でも確かにね、ここで押すタイミングでなんかね、ドラクエ6も多分、起き上がるか起き上がらないか変わるらしいから。まあそういうの期待しちゃった。今のは したくなるでしょ。今のはね。いやね、そりゃ1024分の1ですけどね、260回ぐらいだったらね、あることはあるかもしれないし、なんていう汚いコメント。違います。コメント稼ぎ。人は殺しとけばいいじゃん。そうか。でも、今から殺すのもめんどくさいでしょ。さすがコミュニケーンだといつもよりコメント。なんでコミュニケーンだとコメント増えるの？コミュニケーンだとね、リスナーさんがね、僕の立場だったら、いちいちそんなフォローするのめんどくせえよ。もう、じゃあもう、こんなん見ねえよってなるかなって思ったのに。コミュニケーンだとそうなりますよ。わからんな。このご時世コメント伸びるね。そうなの。新規さんが少ないということだ。そうなの。まあ、新規さんって言っても、まあでもね、でもまだ一応配信始めてからね、1年経ってないですからね。まだまだ僕なんかね、新参者の部類でしょう。単純にお前が才能あるな、人気あってコメントあるか、それはない。才能があるならね、そんなもん、もっとあれですよ。かなり上位の方だぞ、お前が。かそってるとこ、そんなことはない。だって、僕の配信に何の魅力があるってね、自分で全然分かってねえような順番で見に来ました。絶対嘘でしょ。
ときめも配信から見て大手になってお前変わったの、僕は変わってますよ。コミゲーにしてもリスナー変わってない、つまり荒らしてんの。なんですかね、人間として魅力が、人間として魅力があるんだったらね、もうもっとね、リアルでいいことあっていいと思うんですがね。金曜さすがで、おだてても何も出ませんよ。何なんでしょうね。何年もやってても米ほとんどない。な、そう、そう、こんなもんじゃない。でもやっぱりそりゃな、ない人はいないかもですが、新座アピールして自分人気ありますって感じだして、いやそんなことはそんなことはないけども、リアルだと外見あるからダメ。そうそう、やはり外見ね、うん、僕ももしねこれで調子に乗って顔出しとかしたら絶対ねアウトでしょうね。デオってリプスに似てんですか、うん、ある意味ブサイクとは似てるかね。はい、418コメさんいらっしゃいますか、こんばんは。うん、おだてれば24時間無理。無理ですよ。だから昔おだてられて24時間ね、やりましたけど、17時間しかね、やれなくてね、僕ギブアップしたからね、もう24時間無理。よう天才、天才じゃないですよ。はい、でも、RE さんいらっしゃいますよ。もうちょっと今、ボリュームちゃん切ってますね。ご了承ください。サステじゃないです。今、1776放送やってて83よ。まあ、そうなんだ。まあ、上位。まあ、過疎ではないけど、まあ中堅ぐらいにはなったってことですかね。1776もあるんだ。まあやっぱり、まあね、配信が面白い面白くないは別にして、やっぱり長時間ね、配信っていうかやってるから、露出はやっぱりね、高いからね、やっぱり知れ渡るってことはね、さすが大手なんですかね。帝王おのね、なんとかもたれじゃ木に登るってね、僕は豚だから木には登れません。もっと自信持って、お前面白い。面白いってか、それは僕は面白いってか、変人として面白いってことでしょ。さすて、こんなに常連がいるのはそうそうかね。手をて露出高いのどうでしょうね。新参なのに80歳。いや、新参でもないでしょうけど、まだまだね、やっぱり露出が多いのは何がですかね。前代未聞の17時間配信を成し遂げた。なんで急に大立てるんですか。もうそういうのいいですから、もう。彼は配信を始めて1時間。大手ではないでしょう、ね、やっぱね。大手はね、もう今のね、サンジさんとかね、秋野さんとかね、伊藤さんとか、ね、普通に来場者数ね、1万いきますからね。僕の場合、まずはね、とりあえず、ね、やっぱり接戦ぐらいね、コンスタンスに行けてこそでしょ、まず。ね、手をもたてきゃゲームする。いや、おたてなくてもゲームしますから。暇つぶしですからね。いやでもね、テレビがね、壊れたとあっちゃね、せめて配信でギフト貯まってね、ちょっとそのお金でなんとかね、新しいテレビ買えるようにしなきゃですかね。いやあ、ギフトは、セブン障害走りやすい。すいませんね。ちょっと今いろいろあって、広告もできないように仕様にしちゃってるんで、ごめんなさいね。すいません。ギフトありがとうございます。自分の米を頑張って拾ってくれる人の配信が好き。まあ、拾える範囲だったらね、いいんですけど、テレビなどいらないでしょ。まあ、だから、まあ、普段見ないからいいですけど。ただね、せっかくこれ、ドラクエね、6の作業配信やるときにね、せっかくね、ね、アマゾンの Fire Stick TV 買ってね、そっちのテレビでね、D アニで、作業ね、アニメ見ながらって思ってたのに、まあ見れないわけじゃないけど、映像はかなり乱れちゃってるからね、ちょっとこれでアニメ見るのもどうかなって今状況になっちゃってか、手は米めちゃんはね、せっかくコメントしてくれてるんですが、それを拾うのはね、やぶさかじゃないからいいんですが、手はコメント、で、なんだな、手はコメント頑張って拾ってくれるとこがいい。そんなにあれですか、普通コメントを拾わないねえ、あと声を、変に作ってる人は、まあ、それはまあたまにいるでしょう。まあ多分ね、女性なものして、まあ、そこはね、ディスプレイだったら待ってるよ、住所。住所はごめんなさい、やめときます。米拾ってもすぐ手が、いや、僕だって、いや、僕ゲームによってはコメント止まるでしょ、僕も。僕、そう、その類でしょ。
こういう作業ゲーだからね、別に画面見なくてもいいようなゲームだから、コメント拾えますが、見たくなれば TV ボードでもつけば、まあそうですね。っていうはコメントすごい、そんなに拾ってくれますかね。そんなに他の、だから やってるゲームでしょ。こういう作業配信だから、ね、むしろ、ね、米拾いが メインになっちゃってるから、ね、むしろこの口笛吹く、これ画面見なくても、ね、手が、指がね、勝手に操作覚えてるから、あれなんですよ。何いずれ帝王も米多いからで読まなくなれ。そりゃさすがにさ、さばききれなくなったらさすがにコメント、追いつかなくなったらさすがにね、読めなくなるのもないでしょ。帝王コメントスルーしてもちゃんと読んでんだよ。ね、なるべく読みたいけど。それに何変なイケボとかしてるやつね。変にっていうか僕の場合、まあ、僕がぶさぼってた。裏でウォッチャー3やってるエロ大福は基本無視だもん。どういうこと？にわか関西弁とか、そういう人わかんの？関西弁 にわかでか、関西弁の振りとかを。イケボ作ってるやつマジそんなにひどいかね。手は飾らないから言う。いや、そりゃ飾ってはいないけどね。どうせ飾ったってね、なんかどっかでボロが出そうだから。それだったらありのままの自分でってね、最初からやってはいますが、手をもっと素直になりね、ボリュームあるときよりもむしろコメント読んでくれてる。だって、読まなきゃね、頭に入らないからね、わざと声低くしてるんだよな、ああいうのわかるからね、そうなの。やっぱりね、ただ、リアルでね、あれしてる人はやっぱり リアルの声とね、違うようにしたいってなるんじゃないかね。早いぞ。ちょっと、どうだぜ。今日、何 ?RPG の中華で敵倒して喜んでる女がいた。そうなんだ。ちょっと状況がわかんないかなと思って。ちょろっと動かして何分も喋っての繰り返しがいるからな。そう、まあ、そういう人もいるでしょうけど、僕がまあ、これはこういう点、僕も多分そういう類ですよ。ゲームによっては。だな、自然が一番。まあ僕は、なんか自然を晒してもね、リアルで晒す人がいないから、住所ね、そういう子、喋らせたくなるんだよね。いや、手を今日は偉いリスナーに用意してもらってね、いくら払った、払うお金ありますよ。そんなお金あったら テレビ買い直しますよ、ね。関西弁ってめちゃくちゃ種類が豊富だから、ネイティブでも非関西弁って言われる。めんどくさいですね、関西弁は。コメントしなきゃって何や、やめて。荒野女子やって言うの、だんだんに荒野女子って、テンパっててくさ、僕も。昨日と別の意味でテンパってるもん。もうちょっとね、米拾ってくれるか、米したら、いいじゃないですか、別にコメントしたからって、僕のそんなしょうもないね、ありきたりな返答しかないんだから、そんなのコメントしたって面白くないでしょ。昨日の事前配信見直してみ、お前、今生き生きして私は嬉しいぞ。昨日はちょっと、だから本当にもう本当にちょっとね、いろいろリアル的な事情でちょっともう本当にテンパしてたから、釣りクマまだ釣りクマ。そうだ、釣りクマだ。誰か釣りクマって。いや、払わなくても僕があれすりゃいいんだ。ちょ、今だ、そう、釣りクマあれ、ちょっとごめんなさい。止めるけど。釣りクマだ。釣りクマしかない。さあ、釣りクマやりますよ。さあ、皆さんね、大好きね。皆さん1位目指って、頑張ってください。はい、どうもってことで。テンパってきた帝王が面白くない。面白くない。帝王めっちゃ面白い。面白くない。落ち着こうよ、帝王出荷されたいぐらいですよね、今はもう。ちょっとこれで止まるべ。めっちゃ早口だくさ、早口喋りたくないです。もっとまったり、なんか僕の想定してた未来と全然違う。もうちょっと静かになるかなって、もっとくね、リスナーさん人減って、もうちょっとまったりできるかなって思ってたのに、米を抑えないで、漫才師みたいになっててくさ、早くリップス仲間にして、でもこればっかりは僕の才能っていうか、僕の運のね、問題ですからね、早くって言っても、ああ、よかった。ちょっと止まった。ちょっと落ち着こう。なんでこんなことになっちゃったんでしょうね。昨日のあれでもう誰もなんか見に来なくなるかなと思ってたのに。じゃあもうゲームはいいよ。何言ってんですか。せっかく釣りクマ貼ったんだからやって。楽しんで。面白いよ、釣りクマね。人魚が釣れるってね、なんか。ね、釣りとしてはありえないようなあれですけども、
タイムアップ。ここはもちろんゼロですが。マジ人形だよ。まあ、しょうがない。ねえ、昨日なんかあったの見てないから、ついていけなくていいですよ。もし気になら、タイムシフトで、見れたら、ギリ見といて。ふすまは、ジョージさん、はい、3万、おめでとうございます、1位。平均1万3000。やっぱ人形釣れるか釣れないかなんですかね。昨日来るの遅れて何が起こったか分かってないんだ。いや、分かってない。いや、知らない方がいいです。初めて人形出た。おめでとうございます。テオと同じ点数だって。じゃあ、やってないってことじゃないですか。何ちょちょちょ。何運慶やから何釣りくもあんも、運慶、あ、運慶ね。まあ、しょうがないよ。次の釣りくもまだだ。誰か貼ってくれればあれですが。何クレイジーリフティングが貼られました。何バッティングが貼られたの。ね、クラゲが邪魔だよ。クラゲ、ああ、人形ジェットおめでとうございます。ワンモアツリックも誰か貼ってくれたんですが、さっき僕が貼ったから僕は無理。誰かリスナーさんが、じゃあ、とりあえず、野球でもやってて。デイオと会話したいね。ついついツリックも。それが僕の狙いですから。はい、じゃあ次バッティングやりましょう。はい。よかったら参加して。手を込めなくて。いや、成功してたでしょ。いや、釣りやってる間一応、ああ、そういうこと？今日の配信でってこと？なんでこんなにね、来ちゃうのかね。ただのね、延々、つまらない不毛な作業なんですがね。プレミアムやめちゃったんだよね。ああ、HR さんやめたな。いや、見直さなくていいですよ。見ない方が。あれですか、帝王作詞。それがもし本当に計算づくでやってたら本当に作詞なんでしょうけど。なんでこうなっちゃうのかね。しかし、全然あれですね。286回言ってトータルで倒してるのに、聖水自体もあんまり落としませんよね、こいつ。そうそう、お腹空いた。そうですね。これだけ喋るとちょっとお腹も空いてくるかもしれませんが、504個目さんいらっしゃいます。こんばんは。まあ、どうせ寝れないから、今日夜食、あれでしょうね。ゲームの間静かですね。静かだからいいんですが、初めてのゲームやった。あ、そうなの。野球は何回か僕の話、ごめんなさい。ちょっと順位見てなかった。1位の方、おめでとうございます。すいませんね。全然レアモン仲間になってないです。仲間にならないからレアなんでしょ。ランティングのタワー、すいません、おめでとうね、スナゴリさん、おめでとうございます。そんなね、さて、仲間になるようなモンスターだ。ダルマさんやってほしい。ダルマさんは僕のアカウントのレベルが15なんでダメなんでしょ。多分まだ今、まだ 10ですから、無理ですよ。チョモ過剰に、なんでそんな、呼び捨てとかダメです。僕はいくらでも呼び捨てですが、一応ね、リスナーさんなんですから、チョモさんとかジョニー・デップさんとか、ちゃんと、あれしてあげて。野球楽しいな。もうルージュ一匹で、そりゃルージュ一匹でクリアできるようなレベルにまでなっちゃったら、そりゃ考えますが、多分。さすがに多分レベル20いくくらいまでには終わるんじゃないかね。はい、ちょ見に来た。ゲームじゃなくてコメントの方でちょって言ってます今。はい、515個目さんいらっしゃいませ。こんばんは。このままダークドラム無理でしょ。まだ言ってルージュね、これだけ戦闘やってもレベル7ですからね。なんじゃね、多分無ね、ドリアムどころか現状ジャミラすらね、多分一周されちゃいますからね。
状だと、だから4人パーティーになるのね、多分泥人形とね、ギプス2匹ですからね。え、ダークドラマにムーが倒してもらえるエンディング、まあそうじゃないですか、多分。多分さすがにあの、はぐれメタルで多分経験値ね、ガンガン積み上がってレベルカンストまで行くでしょうからな。まあダークドラマまでやって終わりでいいでしょう。え、レベルありなきゃダークドラマ倒せないんですか？そりゃそうでしょう。はい、てよこんばんは。はい、519コムさんいらっしゃいませ。こんばんは。うん、ね、ちょっとなんかしないけど、コメントがいっぱい伸びちゃってね。うん、はい、あ、コミュニティフォローどうもありがとうございます。はい、まあ、こんなね、つまんない配信、ただの作業配信なんですが、よかったらご覧になっていてください。ただ、ね、1024分の1のモンスターが起き上がるか起き上がらないかってつまんない配信なんですが、ではどの仲間モンスターが好きなの？僕はやっぱり思い入れあるのはもちろんやっぱりハグレメタルかな。ハグレメタルか、あとキラーマシンあたり。手をいつもみたいにチート、いつもみたいにって、僕がいつどの配信でチートを使ったっていうんですか。ね、ドラケファイブだってチート一切使ってませんからね。今日はコミケだね。うん、まぁ、あ、ちょっと一応、まぁ、あ、コミケのあの、てか今日の目標のところにあの書いてありますが、ちょっとゴールデンウィーク始まる、ゴールデンウィーク終わるまではちょっと、うん、この放送で、これでやろうかなって言っても、あんまり変わってないですよね。うん、あ、来た、293回目。あ、どうだ、せいかな、レベルアップかな、主人公かな、帝王クリッシュを取ったら、取ったらって言っても、広告じゃどうでもらえるかな、じゃあ、お先にお休み、あ、みんみんでも、はい、どうもお休みなさい。抜き用のティッシュもらえたね、ありがとうございます。今ギフトどこ、まあ、いいや。ねえ、手を気づいてる。今日がどの配信でも一番テンション高い。テンションは高くないっす。疲れてる。はい、ワコテオ様、スーパーファミコンしましょう。これ、スーファミのドラクエシックスか。はい、猫の神さんいらっしゃいませ。こんばんは。これだけ見て、このメガザンロッカー。あれは不正じゃないっすよ。じゃあ、とりあえずこれで、どうかな。はい、レベルアップでした。お疲れ。和太鼓はなんか、ただなんか特定のリスナーさんとただ叩くってだけだからあんま面白くないんですよね。ね、ほんと。序盤のテンションはどこ行ったんでしょうね。和太鼓あれですね。何この クレイジーリフティングってのは何？放送者用ゲームですね。ボールを放送者用ってことは僕がやるってこと？じゃあダメじゃない？ちょっと悪いけど。リスナーさんがやるゲーム、本当だ、スーファミアン。レベルアップおめ、ありがとうございます。期待させてね、期待は、だって、1024分の1ですかね。そうそうね、そんなリスナーさんが思うほど簡単に来るような代物じゃありませんからね。やっぱり最低1000回は来ないと考えた方がいいですよ。ね、過去の僕の経験則からしても。そりゃたまにね、格変でね、すぐ来るときもね、ね、ドラクエ5でね、メタルスライムで、あったりもしました。はい、どうも、HR さんから、はい、ギフトありがとうございます。はい。それでもね、なかなか、まだね、今日はいいでしょうけど、多分これからだれてきますよ。多分皆さん、全然来ないってね、だんだん呆れて、多分こっから、下火になっていくでしょうから、まあ、今日は昨日のあれがあったから、急にツリックマ来るで、うん、リップスってこんなに大変なんですよね。なんでか知らないけど、1匹目もね、64分の1で結構低いですし、ツリックマまだか、僕は無理、まだ30分経ってないでしょう。経ったかな。3匹目って言っても、実質2匹目ですね。うん、1匹目を起き上がらせてスルーして、2匹目が起き上がって仲間にして、今3匹目ですから。だから実質あと3匹目と4匹目、釣りくましてって言っても僕まだ張れないんじゃない？ちょっと待って。できるなら、あれですが。あと20分。ダメですね、僕。あと20分待たないと、できないから、無理、諦めて。帝王の警戒のトークで僕のトークだから面白くないでしょ。何にもね、ありきたりなね、リアクションとか返事しかできないから。今日もてよ、はい、546個目さんいらっしゃいます。どうもこんばんは。なんでか知んないけど
コメントがこんなに来るね。じゃあ20分マシンガントークしてねって言われても、もういいでしょ。リップスと上崎さんだとどっちが攻略大変？どうでしょうね。上崎さんの攻略法を知らなかったら、そっちの方が大変っていう可能性も、どうかな、わかんないですね。なんとも言えない。300カウント行ったらって、300カウント行きませんよ。いや、行っても何もしませんよ。若手です。仕事から帰りました。あ、どうも、山木さんいらっしゃいませ。はい、どうも、こんばんは。お仕事お疲れ様です。20分帝王トークで時間を忘れさせていけ、何言ってんですか。もう20分って、まあ、まだ1時間半か。ちょっとなんで攻撃できないの。ちょ、身震いしてばっかな。ちょ、これハメじゃん、ハメじゃん。ちょっとお前ら何してくれてんの、同類で。またちょっとお前ら、ちょっとやめろ。ハメはやめて。ちょっと早く。ちょっと、どんだけお前ら、舐め回すの好きなの。やっとくか。いやー、きつかった。何がハメハメだって。そのハメじゃないです。格ゲーの方のハメですよ。ハメハメはダメなの？ダメでしょ。攻撃できないんだもん。あーどうも、厚切り牛タンタンマンゴーカット丸さん、はい、どうも、ギフトありがとうございます。でよなやつね、戦闘が終わらないよ。ダメだよ、さて興奮するわけないでしょ。まあ、興奮はしてないけど、さっきっていうか、今日なんか昼間、なんか珍しく、何もしてないのに、なんか、何がね、久しぶりに起き上がったというか、ギプスじゃないけど、そんなことがあったなって、久しぶりに。そんなしょうもない下ネタを言っちゃいますが、下ネタかよ。だってリスナーさんがそういう下ネタっぽいコメントするから、じゃあ僕もって対応せざるを得ないでしょう。な、何を言ってる。何を言ってんって、なめなめされて興奮したとコメントしてる人が言えることですか。うん、テイワさんはそういう人じゃないと。僕はそういう人です。僕のHヤさん、僕の甘髪を見てないから僕の本性を知らないんでしょうけど、僕はこういう人ですよ。テイワ変わったないや。うん、アスドマさんもあれか、甘髪、僕の甘髪の YouTube に動画あるから、もしそれ見てくれたら僕の本性わかるんじゃないかな。それ見てください。もしよかったら。聞いてなかったらもう一回言って。いや、いい。で、大手にはなってないでしょ。少なくとも。まあ、まだ中堅程度でしょ。言って。なるほど。舐められると興奮すると。いや、そら関係ない。そら関係ないって。そんなことは一言も言ってない。ああ、よかった。ちょっとコメントが静かになった。ねえ、今日ってもう広告は打てないままで、今日って、シェブン生涯走り屋さん、どうもすいません、いらっしゃいませ。申し訳ないわ。まあ今日はっていうか、一応、ゴールデンウィーク明けまではちょっと広告打てないようにしようかなって思ってるんですが、あんまり変わんねえのかな。甘神プレイしてる時のテンション、そう。手をドラクエ11全クリ寸前なんだけど、モチベがなくなってしまった。全クリすればいいじゃない。手はクリア寸前でやる気なくすってない、ありますよ。だって僕のドラクエ11がそうですもん。いや、橋屋さん喋ってるとこ初めて見た。いや、前に1回ありましたよね。コメントしてくれた時ね。まあ、前に1回か2回か。見たいような、見たくないような生画面。まあ別に無理して見なくていいですから、僕の本性が知りたかったらまあ見ていいよなって感じですけど、あ、間違えた、あ、カウントしちゃった、まあいいや。
ちょうど今あれだし。コミケや棒読み少女は、フィガチ勢対策、それとも他の、うん、まあ、昨日のあれですね、昨日の配信のあれで、うん、そういう変な人が来ないようにって、まあそういう、いや、FE ガチ勢じゃないです。だって、そもそも FE ガチ勢ってまだやってないしね。テオの本性ってスケベでしょ。僕の本性はスケベですから。はい、どうも、真田シアさんいらっしゃいませ。こんばんは。まあちょっと今分け合っていろいろ配信スタイル変わってますが、ご了承ください。甘神見たら、ヒロインの子が帝王の声で再生されるようになるの嫌だから。みんなが、なんで僕、自分の主人公の声当てれこしてますけど、ヒロインの声は僕、当てれこしてないでしょ。なんでですか。ヒロインの声ちゃんと喋るから、僕はね、黙ってますから。ファイアーエンブレムはね、別にまだガチで来てないし、まあ一応ちょっとまた、まあちょっとね、リスナーさんに一応告知っていうかあれですが、うん、ちょっといろいろあって、うん、とりあえずゴールデンウィークのファイアーエンブレムの、うん、亀崎さんの友達の声、友達の声ぐらいはいいじゃないですか。だってそこはね、ボイスなかったんですから。ファイアーエンブレムはちょっとゴールデンウィークの配信はちょっと、うん、やめようかなって思ってます。うん、だから、うん、FF の、うん、RTA の作品順に投資プレイやろうかなって思ってますね。え？これからルパン始まるからルパンの真似して。そらないぜ、トッツァーンって。似てる？似てないよね。だから、うん、その代わりファイアーエンブレムは来週から、うん、まだ確定じゃないけど、昼か夜の部で、うん、まあまあ似てた。さあどうだ。そっちか。約束。手を神崎さんの友達に謝って、なんでですか。バカもん、手をがルパンだもんね。どうでしょうね。ニヤッときた。そう。もっとモノマネやるな、やる。やる気って。じゃあもう、やりませんよ。いやー、ほんとに。なんか、宝箱のドロップも全然ですよね。あんまりこういうこと言いたくないですが、ね、プレステのドラクエ5って、なんかね、その表記されてる確率以上になんかね、仲間になりやすいんじゃないかなってね、そんなこと思う節があるんですが、もう逆にね、スーファミのドラクエ5や6って逆になんか確率の表記以上になりにくいんじゃないかなって、そんな嫌な予感が僕の中でひしひしとね、ちょっと聖水のドロップの数も見てもまああれだし、ファイアーエンブレム平日の深夜にしてもらわんと見れば嫌、それはごめんなさい無理ですっていうか、でもなんかリスナーさんの中にはなんか この時間帯ドラクエの方がいいって人がなんか多いから、ファイアーエンブレムだから平日の昼間にやろうかなって、まあ平日の昼間ならねリスナーさんも少ないしね、そう考えたらガチ勢が来る可能性も低いかなと思うし、もしかしたらこのままドラケをここでこの時間帯でやって、ギネン深夜見れなくて悲しい。でもギネン深夜って言ってもギネンは10時ですから、10時開始ですから、それでもダメ。じゃあこれが終わったらスーファミのドラケン5でもう一回仲間集めして確かめよう。まあそれはまあとりあえずドラケン6のこれが終わってからですよ。これが終わってなおかつまあちょっとなんかね、間
なんか別の作品でちょっと中休みみたいなことをやってからですね、わざと仲間にならないようにしてるのってどういうこと？仲間になるようにちゃんと飼ってるじゃないですか。ただこうやってね、今の出てる敵だとファーラットとリプスが同時になるから、その場合最後に倒した方が仲間になるから、これだとね、同時に倒してもファーラットの方が先倒せるからリップス最後だからいいんですが、さっきみたいにファーラットが画面のね右の方に出るようになると、先にファーラット倒さないとリップスが起き上がらないんで、そこがちょっと面倒なんですよね。こういうパターンですね。こういう時は命令させてね、あえてファーラットの方を先に最後に倒すといいの。まあ、とりあえず仲間になるモンスターが、強豪っていうかね、ああいう風に同時に出ちゃった場合は後から倒さないとリップスが起き上がらないんです。絶対それはもう 100% 確実ですから。帝王のちょちょちょカウント増えてきてる。これは別にちょちょちょのカウントじゃないですからね。だからめんどくさいんですけどね、まあ、そういう仕様なんでね。だ意図的にね、どっちかのモンスターをね仲間にするのはそういう煩わしい手をね、工程を踏まなきゃダメなんですよ。310どうなんでしょうね。ただそれはあくまで僕のドラクエ5、プレステ2のドラクエ5の知識ですからね。もしかしたらスーファミのドラクエ6、そのあたりなんか別の仕様になんか違うね要素があったりしたら、ちょっととんでもないことになっちゃうかもしれませんね。例えばね、仲間にならないモンスターと仲間になるモンスターでも、それでも一番最後に倒さなきゃね起き上がらないっていうような可能性が、まあだからそれ本当は検証した方がいいんですよね。ちょっと試していいですかね。もしファーラットとその仲間にならないモンスターがね出てきて起き上がるか起き上がらないかで、ちょっと確認し、ちょっと検証もしといた方がいいですね。もしそのパターンっていうかそういう仕様だったら、もしかしたらね無駄にカウントロスしちゃってる可能性がありますからね。ねここまで言って300回やってるのに、実は主人公の名前を帝王にしているとモンスター仲間にならないよ。じゃあ今ここで戦ってるルージャどうなんですか。ルージャなんで仲間になってるんですかってなるでしょう。これはまあ無事に問題だ。今日だけで今日180だから132回、やっぱこうしてみると結構出やすい方っていうか、まあそこまで悪くはないんだな。今日はツッコミのキレもいい。そうキレはいいかもしれないけど、その分なんか僕の消耗が激しいんですが、どうなんでしょうね。だからルージャーチーってだ昨日じゃねえか、一昨日ちゃんと仲間にしたでしょ。チートだっていうのはその証拠を見せてください。これはダメだ。このパターンは検証でき、結構出ますね。最初は本当に出ねえってね、すごいブーたれてた気がしたんですが、こんなに出るんだ。何帝王ちゃん何じゃあトイレ行けばいいじゃないですか。行ってくださいよね、誰も止めないから。わお、ちょ
と、まずいね。ちょっと、ライブヒットポイント、ちょっと やばくないんで、ついてきて、無理ですよ。今からついてってか、そこ、リスナーさんの家までね、行くのに、何時間かかるかわかんないし、一人で行きなさい。犯罪者すぐ証拠が仮にチートを使ってたとして、それが犯罪にはなるんでしょ。あ、315、どうかな。さっきね、もうレベル上がったばかだから、他に、全滅したら最初かな。そんな人生縛りみたいなことはやってません。あー、そっちかー。あー、こいつはでもね、いずれ手放すから、こいつはあんまり育成強くなっても何のメリットもないんですよね。ただあー、ステーキ食べたい、僕も食べたいですよ。おごって誰か。だいぶルージュもヒットポイント増えてきましたね。なんか起こるから住所教えて。嫌だ。焼肉食べたいから手をおごって、もっとあのさ、サンジさんか誰かにおごってもらって。眠そうやな、何あくびしてんねでもね、こうやってあくびしてるのに配信終わっていざ寝ようとしたら寝れないんですよね。どうしたもんですかね。ね、こうやってあくびしてるか、じゃあ寝れるかなって思ったら、どうだ、コラサさんにレベルアップはないでしょう。まあ、まだバーバラも早いんじゃないかな。だから生成化どうかな、どうかな、これはチャンス高いんじゃないかな。ねえ、何、寝れないな、24時間放送も余裕ない。いや、でもそうすると多分ね、体の限界が来るんですよ。ですよね。出ようよ、こんなとこで朽ち果てる己を身を呪うがいてこんなとこでどこですか。ふって、まだまだこんなもんね、1024分の1ですから、まだね300程度ですかね。やっぱり手をリスナー騙したと、何がですか騙してはいないでしょう。やっぱりね、最低1000回はね、軽くな気持ちでやんなきゃ来ませんよね。それはドラクエ5でもね、身に染みてね、天皇って今生成集め違いますよ。ギプスを仲間にしようとしてんですよ。飯玉さんを仲間にしようとしてるんですよ。こんばんは。ボリュームどうしたの。はい、どうも。ひずみ人さんいらっしゃいました。こんばんは。ちょっといろいろあって、ゴールデンウィーク明けまではちょっと棒読み、切ってます。バーバラの先生。ツリクマまだ、ツリクマそうそう20分経ったかね。ちょっと待って。じゃあ、ね、貼りますよ。いや、でも今コメント止まってるからいいかなって思うんですが。やる？はい、チョモさん、お帰りなさい。
やる？まあこれラスト前あらもう一回ぐらいできるかも。まあいや参加するならやってください。どうぞ。はい。僕もちょっと今日今だったらコメント止まってるし、うん、参加できるかな、うん、どうかな、うん、ちょっと僕の場合画面のスペース的にちょっと見れない部分があるからきついかな、うん、来た、うん、楽しんで、あ、間違えた。しまった。次ちょっとぼーってしてたら、やらなくていいの買っちゃった。あ、人魚だ。すごい。人魚が釣れた。初めてだ。すごい。人魚が出た。釣れた。すごい人魚連れてても人魚連れても2万か、うん、ちょっとあちょチョモさんファイアエンブレムはゴールデンウィークじゃない平日昼間に、うん、申し訳ないけどチョモさんちょっと ゴールデンウィークじゃなくてあの平日の昼間にごめんなさい。あすごいアダッコームテアさんいらっしゃいます。あれおめでとうございます。あ、そうか、そうすると、チョモさんが見れないのか。人魚来た。おい、人魚出なかったら知らない、それ。そっか、そうすると、チョモさん見れんか。4万すごいっすね。4万おめでとうございますですが。てよ、北朝鮮で行きたくないという、どういうこと、うん、ゴールデンウィークだなんだ、FF やろうかな、ちょっとね。申し訳ないけど、ちょっとこれ試していい？ちょっと、これ。ファーラット先に倒して、お化けナメクジ倒したらどうなるか、ちょっと。これでファーラット起き上がるのかな？まあ、昼の方がでいい、うん、ね、ごめんなさい。いや、来ないのかな？まあ、ファーラットも8分の1ですかね。ゴールデンウィークだから FF の投資やろうかなって。うん、申し訳ないですね。ファイナルファイトじゃありませんよ。うん、これって最後に倒したモンスターじゃ、お前ちゃんと反省しとけよ。そこは申し訳ない。いや最後にこうやって仲間になるモンスター同士なら、うん、やっぱり後に倒さなきゃいけないんですが、問題は仲間にならないモンスターの時、じゃあ連携特別企画は、うん、だから FF やろうと思ってます。 FF の投資プレイ、うん、行けるところまで、うん、って感じで、まあ今んとこなんかね、ちょっとゴールデンウィークで一日どっか行くね、ちょっと用事で休み取るかもってあったけど、それはなんか、なくなりそうなんだよ、うん。ファイナルファイトじゃありません。戦闘メンバーに魔物使いがいること、魔物使いの熟練度 ×8 プラス1、仲間になるメンバーのレベル、敵のレベル、うん、仲間になるモンスターが複数種類同時に出演した場合、変な人のせいで本当に見たい人や予定された期間がなくなるって、うん、
僕の、まあ、僕にも、僕の責任ですからね。申し訳ない。最後に倒したモンスターで判定される。以上の条件を満たしたものが最終的に決められた確率で仲間に。だから別に仲間にならないモンスターに関しては、後に倒しても問題ないってことですよね。家族でマザー牧場に。いや、マザー牧場は千葉でしょう。そんなにね、ちょっと日帰り通りですからね。はい。あ、レバーささいらっしゃいませ。じいじね、慣れたわけじゃありません。あくまで一時的に、議連やってる間は、中断っていう形ですね。議連が終わったら、再開はしますから、申し訳ないね。まあ、ちょっと今日はいろいろ事情あって、今日の晩飯は、ホイコーロー？僕は豚のひき肉と、あと野菜、レタスと、ごめん、いや、小田原城じゃないし、あれ、ごめん、ちょっといろいろあって、コメント読み上げは、ちょっとゴールデンウィーク明けまで切ろうかなって、考えてます。申し訳ない。昨日で流れ、まあそういうことですね。ねえ、だからそれでね、コミケにして、昨日何かあったの、まあ荒れたというか荒れましたね。その割にはあんまり、って気もするんですが。コミケに、いや、コミケにはしてますよ。昨日も見てたけど、荒れてましたね。まあ僕が勝手に、ね、ちょっとね、願っちゃってたっていうか、ネガティブな発言いっぱいしちゃってたから、コメントいっぱい来て、嬉しいっていうのもあるかもですが、ちょ、ね、読むの疲れちゃうからね。なんで荒れたの？働かないから、それは関係ないよ。昨日来たらすねちゃんも、まあそういうことですね。ね、荒れた原因、やめてね、すいませんね。昨日は変なこと言って、失礼。申し訳ない。だからこれは普通に倒していいんですよね。いやね、ニコリン。昨日ので覚えてない。帝王が刺身食べたの。昨日刺身でしたっけ？昨日刺身だったっけ？兄様3日間当選したんだけど、アリーナ D200 レベル、アリーナ A という、いや、わかんない。あんまり席のあれ、ちょっとこれ検証で倒していい？あんまり席の種類詳しくないか、あやふやな態度してリスナーさんの機嫌損ねるからなった。まあ、あやふやというか、これで、ああ、やっぱ大丈夫ですね。ブチスライムと最後に倒しても一応起き上がるには起き上がるんですね。まあ、仲間にはしませんが、さいなら。それは大丈夫か。なに、チョモさん、ルルーシュみたいに全ての悪意を集めて2000年。手を刺しに食ったのか、なんで刺身借りに食ったかってそんなあれんですかね。棒読みちゃん読まない分手をコメント読み上げて悪いん。確かに。そういうことになってますよね。いつも消耗が半端ないよ。2時間半だから150いきゃ一応いいんですよね。150、これでちょうど150か。330。
何？ん？水瀬祈りの武道家はね、初日か2日目かどっちかで応募した。2日目落ちて初日だった。え、なんで？よくわかんない。初日と2日でなんか違うのっていうか、何？両方当たりたかったってこと？なんで初日の方が良くない？よくわかんないけど、そういうの。あんまり詳しくないけど。初日の方は価値あるんじゃないの？違うんですか。うん、え、2匹仲間にするの？そう、こっからあと2匹、うん、仲間にします。一応5、どうかな。このペースだったらまあ5月、ゴールデンウィーク、いや、ゴールデンウィーク別の配信やるから、まあ5月中に仲間になればいいかなぐらいの気持ちで挑んでます。2日目が千秋楽。ああ、どうなの？そういうのって初日と千秋楽だったら、やっぱ千秋楽の方がいいんですかね。単に生きるの疲れた。僕も疲れてますよ。どうしたの？いきなり。初日だと、仕事終わりに行くことになるか。スーツで、ね、まあ、いいんじゃないですか。別にスーツだっていうのは。なるほど、そういうことか。コンサートか。僕はそういった類全く行ったことないですかね。結構やっぱ声援とかすごいんですかね。ちなみにというかね、もしあの差し支えなければ、そのチケットおいくらぐらい？ 5000円ぐらい、1万円ぐらいするの？そういうのって。でもさっきアリーナがどうとか言ってたから、結構お高いの。1枚ぐらいやっぱしちゃうんですかね、チケット。何？スーツでダイブしてニートに。それはダメでしょ、犯罪でしょ。普通に逮捕されますよ。ねえ、水瀬祈りちゃんも、そういうのはがっかりするでしょ。335。コメントがちょっと落ち着きましたね。9時過ぎたから、あれかな、みんな ルパン見に行ったのかね。兄様は、1万で3日分で3万、祈りは7000かっすよ。まあでも結構そんぐらいするんですね。兄様も1万か。いやー、高いな。トッツァンの真似して。いや、真似してって言われてもね。バカもそいつがの、いや、なんか違うな。似てないね。でも今ってトッツァンって誰がやってんの？そういえば、ねえ。銭形警部って確かね、昔、納屋さんがやってたでしょ。今もう亡くなったんですよね、確か。誰がやってんの？そっからして知らん。ルパンどころじゃない。ミミクが種落とさんから。じゃあ、やめればいいじゃないですか。去年の兄様、馬娘が外周回ってるところ映り込め。すごいですね。何？あれは帝王の人望でルパン見ずに。そう。ルパン見た方が よっぽどいいんじゃないですか。地方公演とかだと移動の方が高かったり。そうなんだ。移動、なるほどね。そういうのも、追っかけも大変ですよね、そう考えたら。池袋の事故、アクセルが戻らなくて人をたくさん、それ本当なの？それ本当だったら、それ、まあ、本当に事実だったら、ね、車の問題ってことになっちゃうけども。でもね、引いた人、高齢者ですからね。本当に、ね、どうなんでしょうね、事実かどうか。山寺宏一、そうなんだ、へぇ。674個目さんいらっしゃいません。確かに、あの声で、ほんで、峰富士子のモノマネやりませんよ。言ってるのじじいね。だから、お年寄りだから、ちょっとその辺ね、どうなのか、本当なのか、ね、ちょっと当てにならないですよね。手も事故、ほんと気をつけたよ。ね、僕も月曜日ね、車を運転しなきゃだからね。まあ、遠出ってほどじゃないけどね、やっぱり、アクセルが戻らないとかひどい言い訳。要するに信号無視じゃん。
どうなんでしょうね、実際。魔門、あ、そっか。あ、魔門やってるのか。日テレでしたっけ。ご飯から戻りました。はい、どうもすいません。お帰りなさい。相変わらず、守ってうっちゃんなんちゃんや。いや、そのうっちゃんなんちゃんの守が、このルパンの、あれ、ね、元ネタですよね。うん、なんか11裏ボス、頑張ってください。うん、へーってね、僕もねえ、うっちゃんのそれ見てた時はもともと知らなかったけど、その元ネタが何てーはギア隊で見てたの、内緒教えません。これ何年の映画なの、そもそも141417歳だから、やるやらなんか、なんでやるやらを知ってんですか。おかしいでしょ。やるやらって時点で誰もわかんないね。若い人は全然知らないし、しょうがないが、うん、リアタイとこは出演してなかったって、出演はしてません。フジコのエロ、ね、普通に、ね、結構エロいシーンありますからね。大丈夫かな。手を何でも、いや僕、ライは勝てない。このゲーム、このゲームなんて、名前のドラクエ6って、ドラクエ6ってゲームですよ。知ってるじゃないですか。ねえ、ねえ、ねえ、今時ね、ゴールデンでアニメでもね、ねえ、乳首とかね、通常ならね、アウトなんでしょうけどね。そこはね、ルパンだから許されてるってとこもあるんでしょうね。ね、今日の池袋の事故、いまだにトレンド入り、いや、だって、何だって2人亡くなったんでしょう。しかもね、10人以上跳ねたんでしょう。ね、がっつり見えてね。今日の池袋、はい、どうも、キラさん、お帰りなさい。うん、お疲れ様です。相変わらず、もちろん、仲間にはなってませんが。まあ、まだね、そこまで慌てるようなカウントじゃないから。手を巻き込まれたって、本当なんで僕が池袋に行くんですか。あ、そういえばもう時間か、あと10分、15分ぐらい遅れてる。というところで終わりにしましょうかね。じいちゃんがアクセル踏み込んだまま突撃。ねえ、本人の自供だとね、ねえ、アクセルね、あれしてもね、戻らなかったって言うけど、どうなんでしょうね。手は肉壁に立って、じゃあ今配信してる僕は一体何なんですか。幽体離脱して僕の自意識だけで配信してるって言うんですか。どうしよう、時間的に350いきゃ今日終わりでいいかな。2時間半でそこまでいきゃ十分でしょう。秋葉原のどうなんでしょう、どうなんでしたっけ、死刑判決はもう
判決はもう出たんでしたっけ？今日この後何するの？いつも通り10時からダメ。365。無理。21回あと無理無理。あ、365。あれか。なんで365って、あ、よく覚えてますね、ポテさんは本当に。帝王はいつ出荷かしらね、いつでしょうね。え、釣り熊忘れるね。え、ね、ちょっと、終了5分前でしょ、ちょっと、あと9回、9分。ていうか、誰かリスナーさんが貼ってくれりゃまだいいけど。CM さんどうもいらっしゃいませ、こんばんは。コテを復活って復活も何も別に昨日の今日でしょう。まあ復活なのかね。まあね、だからってね、急に配信ねやめてもね、それはそれで迷惑でしょうしね。やっぱり少なくともね、今やってるねゲームはちゃんとね終わらせてからでないと、責任はね、やっぱり。え、なに？死んでませんよ。死んでたらもう二度と生き返りませんからね、人間は。昨日引退だから、引退っていうか責任感あるかね。っていうか、仮にその引退っていうかね、どうせ やめても結局やることがねないからね、暇つぶしのあれがないから。昨日は何、1ヶ月2ヶ月だ、結局やることないから やめても、なんかそりゃね、他に暇つぶしできるようなねゲームがあればいいんですがね。手は一回何貼り付けなってませんよ。どこのキリストですか。なんかね、暇つぶしになれるようなね、なんかねゲームとかがあればいいんですけどね。本当に1年間ずっと没頭できる。まあそうなるとね、やっぱりね、MMO みたいなネットゲームだったらね、もしかしたらって、なんかありますか、そういう、ね、ニートの暇人で、キリスト、実証はしてませんよ、もう。3、4、7、あと3回かね。あと1回かな。でもちょっと早いか。何リアル人生ゲーム、そんなのあんの。やだ、リアル人生ゲームは僕に難易度ハードすぎる。なんでリアルグランセフトと、なんで リアルはつかなくていいから。なんかね、没頭できるゲームあればいいんですけどね。でもドラクエ10はね、もうちょっとあれだし、
FF14 はね、なんかね、難しいってね、聞いてるから、僕じゃ多分ね、ついていけないでしょうし、なんかないですかね。時間潰せる。長時間。そういうゲームがあれば、苦労はしないんですが。今はみんなソシャゲだよね。なるほどね。ソシャゲはソシャゲだよね。やっぱり、まあ僕がスマホ持ってないっていうのもあるし、やっぱりね、さすがにあれは本当に作業感ね、満載だからあんまりね、のめり込めないっていうかね。まあお金がね、たっぷりあるようなね、お金持ちだったらね、それでもね、楽しめるかもしれませんが。今時はそういうゲームなかなかないですからね。この放送が作業以外のまあそうだけど、人参何人参対する和の DIY って何 DIY ってどういうこと、ニート有り余る時間で課金にしようケチ出すもんだ。いや別 に日曜大工、僕大工下手ですからね。こんなこと平気でできるんだから、そしゃげ、余裕。いや、これ、だから僕は、仲間モンスター集めだけは好きですけどね、罠を作るってことは、どうやって作ればいいんでしょうね。罠って言ってもね、そのうちのね、ところにね、直接ね、何か仕掛けてっていうか、上の部屋からね、あれ、間接的にやってるような感じですからね。すれば、そうそう時間かな、あと2回ぐらいで今日は終わりましょうか。まあギリギリまでやってもいいけど、上の部屋の限界前にトラマスそんなの置いたら警察に被害届っていうか通報されておしまいでしょ。1匹目逃がして4匹目出すんです。そういうことですね。はい、727個目さんいらっしゃいませ、こんばんは。もうすぐ終わりますが、だから1匹目逃して今これ2匹目で戦って3匹目4匹目起き上がったら2匹目のこの今戦ってるルージュを離して次の泥人形ね、そうやって3匹集めて1匹離すって感じで、まあ、14匹1024分の1集めようって思ってます、ね。手に2つ質問がある。はあ、なんですか？カンコレやったことないけど、よく知らないけど、今やってる仲間集めみたいな感じで、どうでしょうね。のめり込むかない。何？1つ目どうして2つ目この後配信は何をやるの？どうしてって言っても、リップスがだから2匹目に仲間になる確率が、ね、確率載ってますけど、1024分の1って、まあ、要するに仲間になりにくい。まあ、仲間になりにくいモンスターをあえて、ターゲットにしてるんですよ。僕、ね、変態だから、仲間になりやすいモンスターじゃなくて、ああ、自動延長、あれしてたか。きっとこう、失礼。延長するにしちゃったけど、終わりますよ、もう。ラストトリックマン、ちょっと待って。いや、延長はしませんよ。トリックマン、
じゃあラストやります。ちょ待ってよ。じゃあこれラストね。はい、やるならやって。はい、僕はやりませんが。で3目変調。いやもう終わりますよ。もうこの釣りクマ終わったらもう、終了してもう帰りますよ。終わりますよ。もしね、今家にいないのってどういうこと？いや、家ですね。どういうこと？え？何？ 11 裏ボス倒したら強化しすぎて楽勝？いいじゃないですか、楽な方だい？帰るって、いや、帰るってか、終わるです。終わるです。言い方間違えただけです。マジ人魚で、人魚2匹釣れ、すごいですね。 2匹釣ったの。いつも2万、そんなもんでしょうね。豚バラ300、3万7000、これが2匹です。人魚出なかったらリベンジさせて無理。何言ってんですか。もう時間です。終わりますよ。平均1万、まあこんなもんなんでしょうね、平均は。11の裏ボスでなんか焦る。まあそれはなんか言われてますね。359。キリーからあと1回、あと1回やったら終わりましょうか。これラスト。はい、じゃあこれ360ってことで、人魚ゲーですよね。はい、じゃあこれで帰ります。はい。3位か、おめでとうございます。ということで、ここでいいか。セーブして終わりましょう。360か。まあ、このペースだったら、6日で1080いけるから、それまでには来るんじゃねえかな。なんだかんだね、360買うの。なんだかんだね。結構出にくいかなと思ったけど。出ますね。で、はい。ということで、はい、じゃあ、2時間半ご視聴どうもありがとうございました。お疲れ様でした。